はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論から4時間種ボリンジャーバンド下落トレンド進行中1目金広表トレンドレスストキャスティックス外シクナルが点灯ということで4時間足ベース速攻型薬と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい。4時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線緩やかな下落傾向を示しております。4時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。4時間足ストキャスティックス開始シグナルが点灯しております。 はい、四時間足一目金、公表です。ローソク足と雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりませんが、ローソク足はといいますと、サポートライン、レジスタンスラインとしてワークしておりました、転換戦、上抜け、成功しております。四時間足ボリンジャーバンド、トレンドですということです。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは141円の50レベル、141円の50レベルと考えております。はい、続きましてレレジジススススタタンンンンラライイです。レジスタンスライン 142円の50レベル、142円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通が10とット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、同年本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。141円の50レベルから142円の50レベル。141円の50レベルから142円の50レベルということです。ポイントです。FRB、イベント、フェドリッスンズ、一応警戒ということで、はい、本日、 ニューヨーク時間なんですけど FRB のイベントフェド、えー・リッスンズですね、はい、21時30分にボスティック・アトランタ連総裁あとはボーマン FRB 理事が 出演されるということで、はい、このフェド・リッスンズなんですけれども、FRB が2019年から開催しているイベントということで、はい、米国各地区の連邦準備銀行が、米国経済に関心を持つ幅広い人々、グループに向けたタウンホール形式のイベントということです。はい、本日出演されるるボーンン理事なんででですすが週末ねインフレ率をの目標である2 2%まで低下させるには追加利上げが必要になる公算が大きいと発言しております。本日も はい、えー、高波の発言をしますとドル円は買いで反応する可能性も十分考えられますのでお取引をされる際には十分ご注意くださいということですはい、そんな中4次監視ボリンジャーバンドゲラクトレンド進行中一目金衡表トレンドレスストキャスティックス買いシグナルが点灯ということではい、ドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えておりますドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております よろしくお願いいたします。本日は以上となります。